金さん銀さんチャンネル。はい、はい、はい、ちょっとあの軽キャンプで、ね、うんうん、行こうかということで。いいね。着いた着いた。おお、着きました。着きました。着きました。イエーイ、ね、いいとこだね。いただきます。おお、うまいね。うん、うん、コリコリ。どうやら日遊び好きだからね、ちょっと薪をね、くべすぎますね、この人はね。いいっすね。もうね、寝床もバッチリね。なんかすごいムーディーじゃないですか。じゃあもうとりあえず寝ますんで、おやすみなさい。おやすみなさい。一日ありがとうございました。おやすみなさい。はい、よし、寝よう。おはようございます。深夜はまだあの起きてこないですよ。はい、で朝ちょっとお湯をね、昨日の残りのね、火で沸かしたら沸きました。ちゃんとすごいですね。で今から、ご飯をね、まあちょっとうまく炊けるかどうかわかんないですけど、ちょっと炊いてみたいと思います。はい、最初は強火でとりあえずいきますね。よっ、 OK。 これでね、あの朝ごはん食べましょう。はい、はい、だいぶ沸いてきましたね。あとはまあ炊き上がりを待ちますね。でこれこっちもちょっと沸いてるんですけど、これでもお湯を沸かしたいと思うんで、ちょっとやってみましょう。もうでこれがね、よく燃えるんですよね。今起きました。やばい人だ ね、 ね、もう多分酔っ払ってね、起きれなかったでしょうね、多分ね。沸きました、沸きました。ね、沸きました。はい。はい、これで沸きました。はい。これでね、コーヒー入れたら美味しいですよ。はい。なんかやってるよ、なんかやってる。お大丈夫、だからまだ酔っ払ってんじゃないですか。撮ってますよ。何、おじゃあちょっとコーヒーね、コーヒー飲みましょうよ、ね。で、いいね、知ってるこれ、ほら寝てる間に、うん、沸くんだよこれ、ほら見ていいね、これ残り火で。そうそうそう、昨日の残り火でございます。うん、これでもね、さっきお湯沸かしたんだけど、うん、いい音してたね。そう、かわいいね。そう、これもまだあったかいね。はいはいはい、じゃあこれでいこうか。いいよ、ね、どうも。ちょっと蒸らしね、蒸らし、今蒸らしです。ちょっと蒸らしね。喫茶中西です。ここでしか味わえないこの喫茶中西が今、キャンプ来た人はもう豆から引いてね、飲む人いるよね、はい、すごいよね、これはね、うん、あれすごい、うん、すごいと思う。でも多分 ね、こういうところで飲むと美味しい。それはそうだ、うん、やっぱこういうね、すがすがしい朝に一番
いいコーヒーはこれです。そうですね。そしてこういうすがすがしい朝はカップヌードルが一番うまいです。そう、もっとなんかいいのがあるんじゃないですか。カップヌードル以上にわざとらしいね。なんか、なんだろう、そのわざとらしいのはね。あの、こういうすがすがしい奥同士の朝にふさわしい朝ごはん。でさ、もうご飯ここに炊いてるわけよ、ここに、ね、お、なんとほら、今蒸らしてんの。私が寝坊してる間に。そうですよ、そうそう。ご飯に合うおかずはなんだ。なんだ、なんだ。え、もしかして、うん、これロッサンカレー。はい、これはチンヤマンと、キムさんが在籍しているクレイジーケンバの、小野瀬正郎さんの監修しています、はい、ロッサンカレーでございます。これだから朝食べようよ。はい、ね、これなんかもう売り切れ続出でしょ。はい、ね、そう。そしてチンヤマンとキムさんは今日の日のために、そう、これを食べず我慢してきます。そう、取っておいた、ね、やっと食べれますね。あ、いい感じでできましたね。入りましたね、うん、これ半合ね、はいはいはい、かけたから。あ、これ半合ちょっと混ぜた方がいいのかな、これね、うん、え、おお、あ、できた、できた。これはうまそう。ちょっと混ぜましょうかね。うまそうだね、はい、うまくできたね、うん、これこのガスで、そうそうそう、あら、いい感じで炊けてますね。まあでも多少もし硬くてもカレーだから大丈夫でしょ、うん、はいはい。お米になってます、下は。下はね、あ、ちょっと多少、多少ほら、多少お米が素晴らしい、はい、置いといて、沸いたらのっさん入れちゃいますよ。のっさん熱がるかな、大丈夫かな。いや、もうそれね、大丈夫、これこれぐらいからね、じわじわと煮たい。ああ、うん、そうか、一気にね、はいはい、こっちは入れないんだ。こっち残しとくか、じゃあ。これそうですよ、ね。これだけですよ。これだけですか。あの、これぐらいの温度から、じりじり。わかった。じゃあ入れちゃおう。じりじりやってみましょう。はい。やだ、のっさん、熱いでしょ。ああ、熱い熱い熱い。ああ、熱い熱い。怒られるよ。怒られるね。カット。はい。カットしなくていいけど。あれ、ネットで買えるの、インターネット。あ、多分買えるんですよ、ネットで。あ、まあ、なかなか売り切れでね、買えないって。はいはい、来ましたけど、今はどうなんですかね。ええ、これさ、T シャツ着ない。はいはいはい。T シャツもいいし。こうやって貼って。いや、あのパンツもいいかと思いますね。のさんパンツ。のさんマスクってのもいいかもしれないね。どうだろう。よくない。いや、うん、いいね。いいね。そうね。なんかね、すごくね、食欲が出るパッケージだと思います。そうですね、はい、はい。いいですね。じゃあまあちょっと枠を待ちましょう。すごく枠の、はい、枠待ち。Good morning. はい、はい、おはようございます。じゃあまあ、沸かしてる間にちょっと飲みましょう。飲みましょう。はい。ね、ああ、美味しいよ。お風呂入った？あの、カレー食ってから。あ、本当、分かった。期待してますね。今、湯加減、あの、確かめてきた。結構もう、あったかくなってる。いい湯だよ。やっぱこういうところで飲むコーヒーはうまいですね。うまいな。うまい。ああ、本当にね。本当にいいところだわ。ね、いいところですね。最高だ。うん、奥同士。はい。素晴らしいね。はい。ん？ブラックコーヒー。そうですよ。あら、最近ブラック飲んでる。あ、すごいすごい。あ、ブラック最近。もちろんもちろん。あ、もちろんっていうか、俺はあの歯医者さんにブラックにしようって言われて。歯医者に。あの、要するに長年にわたっての砂糖ミルクコーヒーを飲み続けた結果ですよって言われたから。あ、そう。はいはい。なんか変わった？歯茎が締まった。おお。うん。やっぱり毎朝必ず飲んでたから。はい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 。それでタバコ吸ってるでしょ。だ、自分も。深夜さんが最近ほらコーヒーにミルクと砂糖入れるのやめたって言ったから、あ、じゃあ俺もちょっとやってみようかってやったんですよ、真似して。ほんとほんとで、たまにまあミルク牛乳入れたりとかするんですけど、あとまあ外でねカフェラテとかほら、はいはいはい、カフェモカとか飲む時ありますけど、はい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 、だからほとんどブラックです。そうなの、うん、ほんとすごいすごい。必ずね、金さんはね、どこへ行くんでもね、あの黒いね砂糖を、ね、持ち歩いて、すごいなと思ってね。ココナッツシュガーね。はい、ココナッツシュガー。ココナッツシュガー。そういうね、とこなんだよね。まあ、あれでも一応気をつけてたんですよ。だけど、ね、まあ、それも取らない方がまあいいですもんね。あ、なるべくね。白い砂糖使わなかったのね。あれはもう絶対使わないですよ。ね、うん、まあ、なるべく自然に近い砂糖ね。そういうのだったらまあいいですけどね。まあ、そんな感じでね。はい。最高、美味しいです。美味しいです。おさる。はい。はい。そうそう、もういいじゃないですか。はい。これ、うまく炊けてるね。うん、最高だね。
半巻きすぎたらカレー入んないよ。そうだね。そう。どう？まず一つでね。はいはい。さあ。あちゃだよ。あちゃだよ。あぶね。昨日からね、俺別に引き継いだわけじゃないからね。ね、何よ？あぶね。竜兵さん。あ、竜兵さん。引き継いだわけじゃないから。そうなの？俺リアクション芸人目指してないから。一応俺死ぬまで生涯あのケンさんの歌にベースしてるから。ああ、そうかそうかそうか。あ、意外に色が黄色い。おうおお、ね、うまそううまそう。意外に黄色いね。ちょっと全部入んないからとりあえずこれぐらい、肉。あ、これバラ肉だね。うん、入るわ全部。そう、これね、最後の一滴まで絞り尽くす。はい、絞った。いいです。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。もっさんカレー。あ、ほんと辛くないんだ、全然。おいしい。おいしいね。うん。じゃこれ多分お好みで、あ、セットでなんか売ってたでしょ。はいはいはい、あの、スパイスみたいなやつ。ああいうの入れて辛くしたりとか。うん、そうだね。うん。キャンプの朝は、モッサンカレー。はい。ということでね。モッサンカレー。はい。ご飯もこれ、うまく炊けたね。うまい、これ。おいしいね。甘く入れる。うん。うん。じゃあ、いただきます。はい。ね、じゃあ今度ラーメン。おーおー、よく食うね、昨日からラーメンね。そうだよ、最高だよ。ちょっとおつゆ入れて、はい、はい、これはもうこの時点でご飯もいくよ。じゃーん。じゃーん。マジで。じゃーん。ラーメンおじやの出来上がり。いただきます。これにスープをかけるの。うん、大丈夫か。うまいね。よし、いただきます。こんな感じになってますね。猫まんま的な。はい、うまい。これご飯入れたいけど食いづらいな、これ箸じゃ。これだ。これか。それで正直じゃん。はい、ラーメンおじやです。うん、うん、いいな。これに卵が入れば最強だな。卵入れる？ないだろ。ない。うまい。うまいね、やっぱりね。うん、まあ、こういうとこで食べてうまいよ。本当にそうだね。うん、あ、うまい。いやー、うまかったね。ほら、見て。もったいない、もったいない、もったいない。やる？やんない、やんない、やんない。やる？やんない。あ、やるかな、じゃあ。やろうかな。はい。あ、どうぞ。あ、どうぞ。そう、鍋ごと飲むんだ。あち。鍋ごとで。おー。おいしかった。うまいね。はい。麺食う？大丈夫大丈夫大丈夫、もう大丈夫。いや、本当に食べる人。はいはい。食べる人。はい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 。どうぞ。あ、ほんとに。しつこいね。よし。よし。おいしかった。あ、まだ残ってる。食べる人。いや、もういいよ、もういい。もう全部食っちゃう。食っちゃうんだ。結局食っちゃうんだ。さすがだね。綺麗に。すごいね、この鍋ごとをね。っていうか、この鍋いいっすね。これいいよ。これいいね。いいよ。俺これ買おう。すごいすごい、食べた食べた。はい、完食です。はい。もう一個するか。いや、もういい。もう一回。はい、どうも。はい、せっかく綺麗な顔にしたんで、ちょっと一読みしましょう。俺足だけだけど。足だけ？足だけですよ。入るよ、本当に。当たり前入るよ。ね、俺はね、全部入ろう入ろう。結構冷たいかな、これ、ね、え、本当に入んの？よいしょ。おお、冷たい。お、冷たい。うわ、まだまだちょっとこれ入れません。あ、来た。うわ。これは夏いいよ。夏だと全然楽勝入れると思うわ。うん。ああ、
こんな冷たいとは思わなかったです。不審者、不審者。冷たい。完全に不審者です。あ、ててててて、足が痛い。おお。これは本当に夏来たら最高ですよ。夏は最高です。ああ、はい、はい。どうでした？いやー、よかったね。よかった。あのね、良すぎてね。あ、本当。良すぎてね。うん、飲みすぎた。結構夜中ベロベロでしたもんね。誰が？いやいや。でした。多分夜中のね、映像とか見たらね、ろれつ回ってない感じでしたよ。あ、そう。ちょっと鬱陶しい感じ。あ、鬱陶しい。はい、あ、もしかしたら、もしかしたら編集でもうカットかもしれない。あ、そう。でも変なこと言ってないでしょ、全然。言ってた。言ってた。とにかくね、うん、男鍋。うん。よかったね。よかったね。ワイルドはね、うんうん、飯もうまかったですね、うん、いや、よかったですね、うん、奥同士、ね、オートキャンプ場でしたって、なんといってもホンダのね、うん、このそう軽キャンパー、そうこれが大活躍ですね。そうですよ、うん、もう寝る時も快適でしたね。快適快適、ね、装備がすごい。そうエンジン切った状態で全ての電源が生きている、ね、ほんとほんとあれいいですよね、やっぱりね、うん、やっぱり電気が使えるっていうのはね。そう、うん、レジャーだけじゃなく災害の時のね、うんうん、避難所にもなるし、うんうん、なるなるなる。そう、まあ本当気持ちのいいところですよ、本当、今まだ6月になったね。6月になったところなんですけど、うん、ね、またもうちょっと暑くなってね、うん、来れるといいですね。まあ本当にザボンと疲れるぐらいの時期に来てみたいですね。さっき入ったら冷たくて、すごい冷たかったね。多分5度以下ですよ、これ。ああ、そうかもね。まだなんか足ジジですよね。そうそうそう。ああ、でもこれの真夏に来たら最高だね。あと足の裏が痛かったから、痛かった。体のどこか悪いんですよ、うん、石の上とか砂利の上でも、うん、痛くないように体をね、うん、ちゃんと健康にしとかないとね。痛かったんでしょ。痛かった。だからダメじゃん。俺もダメだよ。ダメでしょ、うん、まあ、単純にすごい飲んだから昨日。あ、それでやっぱどっかの内臓が疲れてる、はい、そういうと出るんじゃないか。あ、そうかもしれない、ね、うんうん、まあ、健康には気をつけてね。そうだね、本当、はい、今日の朝はもうこういう沸かしてコーヒー入れて、うん、ノッサンカレーね。ノッサンカレー ね、はい、やっぱキャンプにはキャンプの朝には乗ったのかね。はい。そう。これだけ宣伝したらまたくれるから乗った。もうちょい宣伝しとこうか。キャンプの朝には乗ったから。家族分お願いします。どうしましょうかね。こんだけ言ったらくれるよね。くれると思う。ね、決まりからね。うん。そうですね。はい。ぜひとも、はい、よろしくお願いします。はい。そんな感じでね。はい、今年はじゃあ、日帰りで川をバイクで行ったりとか、そうだね、で、キャンプもまたこれから来たですね。いや、来たよね、はい、はい、うん、まあそんな感じでね、はい、またこういうね、アウトドアってことね、やりましょう、うん、やりましょう、はい、ね、はい、また、はい、次回、はい、さよなら。じゃあ安全運転で、はい、帰ります。ホンダに帰りましょう。はい、はい、ありがとうございました。これやっぱすがすがしい朝にはこの顔でしょ。じゃあちょっとこの顔のモノマネしてみましょう。できないよ。似てないですね。似てないですね。はい、ないですけどね。やらすなよ。うん、これロッサンカレー。はい。